久保さん。いや、リターンズなんか気合入れてんじゃないですか、久保さん <laughs>。リターンズなんか初心に戻った感じで、なんかすげえいいコンテンツじゃないですか、久保さん <laughs>。あの無、無に向かって努力するっていうのはいいっすね。まあ、しびれますね。無に向かって努力するっていうのはね、いいっすね。まあ、実はですね、あの、この前僕、あの、 新世界を生き抜く51の言葉っていうレポートをリリースしたんですよ。で、そこに、まあその夢の概念、無が夢中っていう概念を書い,て書いたんですよねで。それを久保さんなんか言ってたんで、面白いですね。<laughs> なんかリンクするものがあって。だ僕もいろいろ勉強し、いろんな体験して思ったことが、その、 結果が大事なんだけど、夢を叶えること、結果を出すこと、ビジネスを置いてだ、まあそういうのは大事なんだけども、結局家庭をどれだけ楽しめるのかっていうのが、僕は人生そのものなのかなっていう。人生の家庭を楽しめる。それが、あのー、人生なんじゃないかなと。ただし、その家庭を楽しむ上での、ある程度の費用ですよね。それが必要なんですよ。うーん。<laughs> だからね、そこがね、非常に難しいところでまあ、久保さんの言うとおりお金はなくてもいいんですっていう人が現れるんですけど本当にそうかっていう前、ね、僕のお客さんでねあの、お金がなくても幸せですって言ってる人がいてお金がなくても幸せですって言ってるのに僕の本買って稼ごうとしてるっていうね、この矛盾です。よね。そこに突っ込んだんですけどお金がなくて幸せであるならば今ね 別に、なんか、この億万長者合宿のやりとりも見ないだろうし、僕の情報にも触れないだろうし、僕の本も買う必要性がないんですよ。だって幸せに満ちているわけじゃないですか、お金がなくても。お金がなくても幸せであるならば、お金に反応する必要性がないですよね。だけど、お金がなくても幸せだっていうのは、ただ多分お金がないことに対して自分を納得させる、言い聞かせる、そして自己洗脳して、それを、 あの,あの、自己解決しようとしている、ただそれだけなんですよね。現実的にお金はやっぱ必要なんですよ。生きていくための経費ですよね。例えば、あの、沖縄に行きたいとかね、なった時に、どうしますもちろん、ヒッチハイクとか、なんかいろんなね、お金を使わなくても行く手段はありますよ。あるけれども、お金使った方が早くないですか じゃあ沖縄、じゃあお金がなくて行けなかった場合、まあお金がなくても行ける方法は探せばありますけども、お金を使った方が早いですよね。時間的超早くないですか。だってヒッチハイクで行くにしても、うーん、まあ沖縄の場合だと、ね、海渡らないといけないですから、ヒッチハイクの限界もあるし、じゃあどうやってそこ、フェ,フェリーどうやって無料で交渉するんだっていう、まあそのね、技術があれば行けるかもしれないですけど、時間かかるしね。 うんまあそれもそれでた楽しい旅になるのかもしれないですけどお金があった方が最速でそのなんか面白いことを手に入れられたりするわけじゃないですかうんだからないよりあった方がいいに決まってるんですよねないよりあった方がいいであった方がいいのにもかかわらずなくてもいいよって言うんですよこれすごく面白くてあった方がいいに決まってるのになくてもいいよみたいに言うわけですよね <laughs> うんそれは僕は嘘だと思いますね。人生の嘘ですね。人生の嘘。だってね、億万長者合宿のやりとりでも何度も言ってますけど、蛇口をひねったら金、あのお金が出てるんですよ。電気、電気ポチッてつけたら電気代かかるわけじゃないですか。うん、あじゃああなたは無人島で、 狩りして暮らすんすんかみたいな洋服も買わない裸で無人島で、あのー、何生活しますっていう話ででもお金が必要ないってことはそういうことじゃないですか何も必要ありませんっていうじゃあその生活しますかとでもその生活は担保したいじゃあその生活を担保したいんだったらお金稼ぐ必要性がありますよねうんだから結局その得たいものがあるんだったら捨てるしかないんですよねうん何かをだからその自分が お金が必要ないと思っている自分を捨てないと、本当は必要ないよね。うん。だから人生の嘘から目を覚ませと <laughs>。人生の嘘から目を覚ませでいいんじゃないですかね。人生の、人生の、人生の嘘からお金を、あ目を覚ませ。お金の嘘からにしましょうか。 お金,のお金の嘘にしましょうか。まあ人生でもいいんですけどね、お金にしときましょうか。まあ生きていく上で金は必要です。はい。なので、だから何だろうな、うーん、なんか億万長者合宿でお金の話をずっと多分していくと思うんですよ。まあ結構。で、多分お金の話聞けば聞くほど、なんか嫌いする人もいるだろうし、なんか耳をね、閉じちゃう、閉じちゃいたい。 人もいると思うんで,すよで聞けば聞くほどムカついたりとかねする人いると思うんですけどもしこ,これらの話をその通りだなって聞けないんであるならば多分お,かお金を稼ぐってことはできないと思いますよだって嘘言ってないですもんもう本当圧倒的事実しか言ってないんで僕はうん嘘言ってます言ってないですよ事実しか言ってないですよだって 老人ホームに通う、ただで行けんすか老人ホームだから老老。老後どうすんですか老人ホームに入るって言っても金かかりますよ。<laughs> 葬式代ただなんですか葬式ビジネスしてる人もいるわけじゃないですかそ葬儀屋みたいな。ただでできるんですか葬式。<laughs> 死んだ後も金かかるんですよ。これ嘘ですかいや別に俺は葬式しなくてもいいっていう人もいるかもしれないですけど、少なくてもね、死体を あ自分の死体をね、その処分、処分っていう言葉がおかしいかもしれないですけど、それ金、費用かかりません死体を処分するのにしたら金かかるんですよ。だからそれは事実じゃないですか。うん。だからまあ、あの、その事実から目を背けるなと、目を覚ませと話ですよね。 うん、まあしっかりと特にもう時代は大きく変わって終身雇用もなくなったし大企業が生き残っていけるかどうかもわかんないわけじゃないですかこの先だからこれは本気で考えないといけないから本気で考えて目を覚ますべきだと僕は思いますけどねなんかこの億万長者シリーズもずっと続いてお金の話の話,の話題をずっとしていくと思いますけどもまあこれを聞いてねあの目を覚ましてほしいなと思いますなぜならば必要なんでうん 必要なものを、必要なだけ稼げばいいんですよ。で、必要以上稼ぎたいんだったら必要以上稼げばいいし、僕は必要な分だけ稼げればいいんで、自分が生きていく上で必要な金。欲しい、自分が生きていく上で欲しいと思うものを買える金。それがあればいいです。必要以上の金はいらないです。だって必要じゃないお金があっても使わないじゃないですか。使わないお金があってもしょうがないので、そう。 だからよくね、死んでもお金はも、あの、なんだ、持っていけないってあるじゃないですか。だから必要じゃないお金を持ってても、何も交換できないので、<laughs> そう。必要だと思うんであるならば、何か欲しいとか、どっかに住みたいとか、どっか旅行行きたいとか、あの、なまあ、そういうのがあるんだったら、その分稼げばいいんじゃないですかと。うん。もうそんな感じですかね。行ってらっしゃい。